まあ、この元軍が上陸してから2日後あたりにですね、陸海から総攻撃を始めたのよ。俺たちいつかやる。ピラスケ副社長。さあ今日はですね、もう大軍の敵からこの日本を守ったこちら現行公安の影響を紹介したいと思います。前回の続きですね。どう、前回の続きでございます。時代は13世紀後半、当時世界最大の帝国を築いたモンゴル帝国はですね、第5代大ハンフビライの時代で、このフビライは国の名前を元と改めます。でこの元がですね、1274年から行った日本侵攻がいわゆる元寇文永の役だったわけです。これが前回ですよね。そう、前回この戦いは、まあ武士の目覚ましい活躍によってこの元軍を撃退することになるんだけれども、残念ながらですね、フビライは諦めてなかった。もう一回日本に侵攻しようと思ってたのよ。まあその日本に送った使者っていうのはもうその時殺されてたの、うん、断固たる態度を取られてたの。もう戦ったるわと。そうそうそう、もう侵攻しかないと。そしてフビライっていうのは南宋という難敵を滅ぼすことによって、まあ余裕ができたから1281年から再び日本に侵攻してくることになります。これが公安の役です。で今回の元軍の戦力っていうのが、まあ、前回の文永の役とはですね、比べ物にならないぐらいの戦力だった。人の数で言ったら計14万、艦船の数は4400隻。もう当時で言ったら世界最大規模の艦隊を率いて行ったわけですよ、うん、前回3万ぐらいだったもんね。だからほんと4倍5倍近くいたっていうこと。今回は大きいやん。でフビライはですね、この軍を分けて2つの方向から日本の九州を目指すことになる。一つはですね、朝鮮半島の南端から発進する東路軍と言われるもので、人員の数で言ったら4万、船の数は900艘、うん、こちらは主に高麗の兵で、そこに漢人などの元軍の兵士が加わってるっていう感じで、もう一つですね、この中華の南方から発進する江南軍と言われるもので、こっちはですね、数で言ったら10万、船の数は3500艘。もうそれだけで日本行けちゃうみたいな。そうそう、こっちだけでよくないっていうぐらいの勢力。うん、すごいね。うん、ただ、こっちもモンゴル兵っていうのはいない、うん、ここはほぼ全て南宋の下った兵だ。はいはいはい。でこの南宋兵っていうのは今さっき滅ぼされた国の兵なの。フビライとしてはこれを放っておくと反乱分子になる可能性があったわけ、うん、だからフビライっていうのはこの南宋の兵を半ば捨てるつもりで日本に侵攻させた。うん、なんかクワとかスキとか脱穀機持ってたから、向こうのなんか農作物を取るつもりか、もしかしたらトンデン兵として送ったんじゃねえかっていう話とかもあります。へー。でもまあいろいろ言ったけれども、まあそうだとしてもこの日本にとってはこの未曽有の危機なわけよ。こんな大軍で攻められたことないだろ。ないない、これほどの大軍で侵攻されたことはない、異国からは。でこの元軍はまず東路軍が1281年5月に入ってすぐに出発を開始して、まず対馬を攻撃し、その後に壱岐を攻略することになります。でこの元軍の攻撃でこの2つの島の住民はまた多くが殺されて、まあ、悲劇に見舞われるわけなんだけれども、この時壱岐を守ってたのが小児助時っていう人で、この人若干19歳なのよ。若いね。若い、もう少年ですよ。少年だけれども最後まで戦って、まあ、元軍の攻撃によって全滅することになる、うんうん、言ったら心意気を示した若者だったっていうわけ。まあそんな感じで着々と進撃を続けるこの元軍なんだけれども、でもこの時すでにもうその計画に狂いが生じ始めてたの、うん、今回の元軍の計画っていうのが、まあ、この東路軍とこの江南軍がこの壱岐で6月中旬、細かく言うと6月15日を期限としてそこで合流し、そこから日本を攻めるっていう予定だったの。でもこれってはっきり言ってちょっと無理があるんだよ、まあ、陸上ならまだしも、てかまあ陸上も難しいんだけれども、こんな海上で電話も無線もない時代にこんな期日に集合する連携するっていうのはこの至難の技なのよ。まあね、まあ、歴史上いろいろ事例あったんだけど、このような、うん、まあ大体失敗してますよね。まあ合流できてない。はいはい。で案の定この時江南軍っていうのはまだ出発すらしてないし、っていうかそもそもこの東路軍っていうのは、まあ、5月上旬に出発したんだけれども、それって早すぎるのよ。でなんでそんなことになったかというと、この頃朝鮮半島っていうのは食糧難に見舞われてたの。でこの東路軍っていうのは高麗兵の他に元軍の兵士も大勢いるの。でそんな大勢の兵士をこの半島で養っていくことができなかったわけだから、3ヶ月分ぐらいの食料を持たせて早めに出発させた。まあ、亡くなる前に日本に行って現地調達しようやみたいな。そう、まあ現地調達もあるし、あとは南宋この江南軍の兵糧を頼れ、みたいな感じ。なるほど。うん、もうそんなんだから、この東路軍っていうのは単独で日本を攻めるみたいな形になってたんだけれども、ここである情報が入ります。日本軍が軍を移動させて配置転換をしようとしているっていう情報が入った。要は向こうはまだ万全の体制じゃないっていうことよ。まあ、元軍としては前回と同様、この博多湾を落として、そこを海岸を落として太宰府を攻略したかった。うん、うん、だから言ったらチャンスなのよ。
だから元軍はそこで大胆にもこの東路軍だけでこの博多に進出することになった。チャンスやないかいと。あ、そう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 、要は計画よりもチャンスを優先してこういうふうに動いたっていう感じ。はいはい。でもこの時この博多湾っていうのはそんな情報とは裏腹に防衛体制っていうのがちゃんと整いつつあった。ガチガチに仕上げてんだ。そう、あの文英の駅とはわけが違かった。北条時宗とか幕府の中枢は前回文英の駅で勝てたのは武士の力に頼ることが大きかったっていうのは分かってた。でそれだけではダメだっていうのも分かってた。だからいろいろ対策をしてたわけよ。その一つがこの博多湾に築かれた防塁、まあ、いわゆる石築地と言われるものです。こちらはですね、大きいところで高さ3メートル、うん、幅2メートル、まあ、全ての長さ、総延長で言ったら20キロメートルだ。むちゃくちゃ長いね。長長よ。あ誰だよお前急にキャラ変えるんだ、マジで。防塁おじさん困っちゃうからこっち。しかもこの博多の浜にはですね、乱食いとか酒もぎっていうのがいっぱい刺さってた、うん、要は敵の上陸を阻止するための障害ですよ、こういったものは。でそういった防御施設に加えてこの時も九州を中心とする武士、まあ、この時は3万ぐらいですかね、そういった戦力も整えてあった、うん。まあ、前回文英の駅で武士頑張ってたけど、実は来なかった武士も結構いたのよ。サボったやつっていうか、うん、そう、サボるというか一生懸命で、うちの土地はうちで守るからそっちに行けませんっていう。はいはいはい。まあ、幕府はそれを許さなかったの今回は、うん、来なかったら厳罰に処すぞっていう命令を出してた、はい、加えて武士の領地の他に公家の領地の住民であって非御家人まで動員して、うん、全てを動員して対応してたのよ。じゃあ本当みんな集まって本当日本を守る体制取ってた。あ、そう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 、いわゆるですね、本当国家総動員体制で臨んでたわけ。へえ。もちろん現行っていう脅威がないとそういうことにはならないよ、うん。まあ、要はですね、巨大な敵に対していろいろいざこざあったかもしれないけれども、うん、内輪で、うん、まずはそれをやめてこっちの敵に対処しなきゃいけないと。共通の敵ができたからとりあえずまず手を取り合ってやろうぜと。そう、みんな一致団結して立ち向かっていこうと。むっちゃ熱い戦いじゃねえか。だから熱いのよ、うんうん。じゃあこの日本軍がこの元軍をどうやって撃退するのか、武士たちはどうやって戦うのか、今日の本番いきます。お願いします。ウェイス。さあ、いよいよ本番です。まず戦いはですね、この博多湾に侵入した元軍の驚きから始まります。まあ、この博多湾に行ったはいいものの、まあ、物資はちゃんと待ち構えてるし、防塁はあるし、しかも前回見えなかった日本の軍船っていうのがこの海に多数展開されてたの。突破できねえじゃんと。そう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 、たとえ行ったとしてもまず軍船を突破して、その後乱食いと酒もぎを突破して、その上でこの武士の防塁を突破しなきゃいけなかった突破突破だな本当に。どう考えても不可能やろっていう話になったわのこの時も、うん。ということで元軍は上陸を諦めて、この博多湾の北方にある鹿の島一帯に上陸することになります。でここはですね、敵から一定の距離にあるし、しかもここは武士守ってなかったのよ。なんで守りがいなかったかというと、やっぱ兵力が足らなかったの。鹿の島まで守るとなると言ったらどこか必ず薄くなっちゃうのよ、うん。まあ、それを捨てて言ったらこっちに防備を固めてたわけで、だからこの鹿の島一帯に上陸してここに拠点を作ろうとした。でもそれを掘っていくほどこの鎌倉武士っていうのは言ったら優しくないわけよ、おとなしくない。もうその日の夜にですね、この一部の武士が小舟でこの元軍の艦隊に近づいて夜討ちを仕掛けたの。はいはいはい。一応ね、夜討ち抜け駆けは禁止されてたっぽいんだけれども、まあ、それは関係ないと。武士だぞこっちは。ああ、こっちは鎌倉武士だと。でこの時活躍したのが草野っていう武士で、まあ、元の船に乗り込むと、もう瞬く間に敵の首を20人打ち取って、うん、しかも火までかけて退散したのよ。もうやりたい放題じゃん。もうやりたい放題やったと、うん。でそこから草野っていう武士はこの日本陣地の方に帰ってくるんだけれども、うん、周りの武士たちはそれを見て遅れてはならないって思うわけじゃん。もうそんなんだから、もう周りの武士は次々と小舟を出してこの元の船に夜討ちを仕掛けまくっていったのよ。そこからもうキャッハーなんだじゃん。まあ本当もう暴れまくったと、うん。これって人的ダメージもそうなんだけれども、やっぱり精神的ダメージが大きいわけ。暗闇の中でどんどん人は死んでいくの。そうそう、夜のうちってずっと警戒してなきゃいけないわけだから、うんうん。でもこの日本軍の攻撃っていうのはそれだけじゃ終わらなかった。まあ、この元軍が上陸してから2日後あたりにですね、陸海から総攻撃を始めたのよ、うんうん。で両軍の間で激しい戦闘になるんだけれども、この時日本軍はもうその猛烈な攻撃で元軍の一部の部隊を敗走させることになる。でもその時、まあ、敵の友軍がすぐさま反応してこの日本軍の側面を突くことによって、まあ、その攻撃は失敗することになる。まあ、そんな感じで一進一退の攻防が続くわけなんだけれども、ここで元軍が撃っていた布石の策が発動します。
実は元軍っていうのは鹿の島に上陸した日にですね、一部の部隊を迂回させて長門国、今の山口県ですよね、そっちの方面に上陸しようとしてたの。まあ敵の狙いはですね、この日本軍の背後をつくことによって、まあ動揺を誘うっていうのもあるんだけれども、あともしかしたら背後を襲うことによってこの日本軍に博多の防衛を放棄させようとしたのかもしれない、うん、でもこの作戦っていうのは失敗することになる、うん、北条時宗とか幕府の中枢はもうあらゆることを想定してたわけよ。でこの長門にも中国地方の武士を動員して警戒させてたの。はい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 、だからこの元軍の上陸っていうのはそこで阻止することができた。完璧に仕上げてるね。まあ、あらゆるところに防衛ラインを構築してたんだよね。へえ。まあ話はこの博多の方に戻すけど、まあそれからも日本軍と元軍の戦いは続いてた。でもこっから元軍がある決断を下します。元軍がこの鹿の島を放棄して壱岐にまで後退したのよ。うん。これはやっぱり武士の攻撃、猛烈な攻撃によって損害が増えてたし、さっきの迂回作戦も失敗したし、あと疫病が流行ってたのよ。ああ。だから元軍っていうのはこの拠点の確保が難しいと判断して、あと江南軍がそろそろ来る時期だったのよ。だから一気に撤退したと。じゃあ一回合流してからもう一回攻めようかなと。あ、そういうことそういうこと。でもここでその交代した元軍、東路軍を裏切ることが起きる。あのその6月15日の期日になっても江南軍がやってこなかったよ。なんだと？てかそもそもその15日に江南軍まだ出発すらしてなかった。何したのよ、じゃあ。あの、まあ、もちろんね、準備にはいろいろ手間取ったのもあるんだけれども、うん、まあ、総司令官っていうのが病に倒れて、交代してたの。あ、そういったトラブルも起きてた。ちなみに一部は先遣隊としてこの池に来てたんだけど、まず主力は全然来てなかったの。うん、もう落胆する東路軍ですよ。うん、でも落胆してる暇はなかった。うん、その池にいる東路軍を追撃して、日本の武士が追いかけて攻撃してきたの。徹底的にやったるみたいなね。そう、もうしつこい。うん、ああ、ともすさまじい戦意よ。まあ一応ね、この時は元軍が前線して、まあどうにか日本軍を防ぎ切ったわけなんだけれども、うん、でももう疲労困憊よ。そうよね。もう連戦続きだから、うん、この東路軍っていうのは。もうクライマックス感出てるもんね。うん、いやでも違う。ここからじゃん。江南軍来てないでしょ。うん。どうも、ここで事態を一変することが起きる。はい。その江南軍が、この日本近海にやっと現れた。やっとこっちのターンやと。そう。ということで、東路軍はその江南軍と合流して、まあそこから東に進んで、まあ高島っていうところがあったんだけれども、そこまで進むことになった。はい。でも、その大艦隊を前にしても、この武士の戦意っていうのを衰えることがなかった。うん。もう在地の武士たちがですね、小舟を出して、その元の大艦隊に襲いかかっていったの、そこから。もう恐怖心がいかれてんのかな。でもここね、凄まじい、うん、襲いかかったのが昼だったんだけれども、うん、そこから次の日の夜明けまで攻撃を繰り返した。この動戦闘強すぎるから、いや、しつこーっていう感じだったと思う、うんうん、で、この戦いの結果によってこの元艦隊っていうのはそこで止まっちゃうの、うん、これなんでかって言ったら、まあ日本も相当な損害が出てただろうけれども、元軍も相当な損害が出てたのよ。だから博多湾に向かうのを躊躇してしまったの。あと、もともと南宋の兵が士気が低いっていうのも原因だったと思う。この戦いによって、まあ、より士気が下がってしまったと。だから、元艦隊は進撃を止めて、この高島に停泊することになるんだけれども、そこで神風にあっちゃう。はいはい。今回は強風とか暴風じゃない。ちゃんとした台風。7月30日の夜から次の日の未明にかけて、台風が到来してた。うん、で、この台風によって、この元艦隊っていうのは大ダメージを食らうことになる。もう言うとらですね、その武士たちの奮闘によって元艦隊は足止めされて、まあ、こういった勝機がやってきたっていうわけですよ。でも元艦隊っていうのは壊滅したわけではない。総司令部は総撤退を決定して、まあ、司令官クラスはなんか丈夫な船を見つけて兵を置いて帰っちゃうんだけれども、うん、他に多くの元の艦船っていうのは残されていった。なんて野郎だ。もう指揮系統は滅裂ですよ。でも武士はその元艦隊を見逃すはずがないわけ。こんなチャンスねえぞと。そう、うん、でそこからこの博多にいた武士たちも加わって日本軍の最後の総攻撃が始まった。まあ、この時もですね、武士たちは小舟で敵の船に乗り込んで、まあ、敵をこう切り倒していくことになるんだけど、プラスして運子弾っていうものを使ったらしい。へー、まあ、これは糞尿を煮詰めた特殊兵器で、まあ、相当な刺激臭がするらしいのよ。まあそんな感じの武士の猛烈な攻撃にこの元軍っていうのは次第に敗勢に追い込まれていって、まあついにはですね、この壊滅することになるわけです。うん、こうしてこの江安の域っていうのはまたしも日本軍の関東勝利で終わることになった。うん、この戦いの後、まあ撃退されたけれども、このクビライっていうのはもう一回日本に侵攻しようと思ってた。はいはい。でもこれは叶わなかった。
なぜかというと、ベトナムでの遠征が失敗してたし、家臣にもうこれ以上日本を攻めたら滅びますよっていう助言をされてたの。もうやめようと。そうそう、唐隋の例を見てくださいって言われてたの。はいはいはい。うん。この現行の日本軍の勝利っていうのはですね、やっぱり神風じゃないのよ。九州を中心とする武士の根性と国内の団結と北条時宗とか幕府の首脳、まあ間違いがないわけではなかったんだけれども、だから賢明な判断があってこそなの。全部揃ってね、全部揃っての勝利だったわけですよ、うんうん、で、北条時宗はですね、公安の域から3年も経たないうちに34歳という若さでこの世を去ることになっちゃう。本当この日のために生まれたみたいな男だよね。もうそんなイメージは強いね、時宗に関しては。うん。時宗とかやらない？まあやってもいいけど。いいけど、あ、まあいつかやるかもしれないとか。いつか。急すぎてさ、俺ってなっちゃった。俺が悪かった。そう。ということでこれが公安の駅でございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。